久保さん自分のご褒美、自分へのご褒美、僕は自信を持って、自信を持って堂々と言いたいですね。<laughs> まあなんでかっていうと、あの、多分、おそらくなんですけど、僕の動画本数を超える人はうん、あんまいないですね。あの、僕、YouTube のカテゴリーで、あの、カテゴリーがあるんですよね、YouTube って。 あの、とあまあ、登録するときに、なんか選んだと思うんですけど、僕、ブログカテゴリーを選んだんですけど、自,自動車、ブログ、エンタメ、なんか音楽とかなんかあるんですけど、僕、一応ブログカテゴリーで日本で3位のアップロード本数ですね。まあ、2位かな、今。なんかまとめサイトで、ランキングで出てたんですけど。そう。だから、ま、人並みしかやってなくて、自分のご褒美はバカバカし、バカじゃねえかと <laughs>、いうとこですけど、 まあ、5年間ね、借金2000万あって、まあ、なんだ、ここのね、家賃4万2000円ですけど、初期費用20万もなかった。まあ、今振り返ると、よう飛び込んだなと思いますね。20万なかったんですよ。二十20万もなくて起業して、で、ここの、 ね、これ契約して契約書送られてきて20万23万ぐらいだったかな初期費用これどうしようっつってねこれは振り込まない振り込めないと入れねえぞっていうところからね <laughs> でだそう誕生日記念キャンペーンやって売り上げ作ってでそのお金すぐ入れて、まあ、入れたんですけどそっからいろいろありましたけどね、まあ、や,やったなっていうのは、まあ、これからもやりますけどねまあ明日も商品販売するし <laughs> 昨日までも商品販売してたし。やるべきことやって、あの、まあ、乗り切ってきたんで、まあ、ね、自分へのご褒美ってことで、チャリンコ、最初2、3万のチャリンコ買おうかなと思ったんですけど、まあ、ずっと乗るって考えたら、ね10、10年乗るって考えた時に、10年を30万で割ったら安いなと。 うん、2万円のチャリをね、1、2年で壊し壊れたとかだったら、まあ大切に乗るっていうのも、うん、高いチャリンコをね、人生、人生で多分30万のチャリ買うことなんて初めてなんで、まあ大切に使うだろうし、うん、まああとはね、ガソリンかかんないし、<laughs> うん、まあ健康にもいいし、うん まあ車も手放したら、も、ま、う、あ、新車で僕買うんですけど、まああれが売れたらね、R34 が売れたら新車で買うんですけど、まあ8ヶ月ぐらいかかるんで、まあ車ないですよ。その期間はチャリンコでっていうところもあるんで。うん。だからまあ本当になんか、まあ自分でもやりきったっていうのもある,ああるし、まあ これからもまたやるだけなんですけど、うーん、まあやってないのに、そんなにやってない、結果も出てない、そんなにやってない、それで自分,自分のご褒美っていうのは、それはちゃんちゃらおかしいなとは僕は思いますけどね。少なくても、うーん、僕はやったって僕自身に思える日々を送ってるので、まあ僕はいいかなっていう。 まあ、久保さんんが嫌いいな言葉っぽいんですけど <laughs>、ね、<laughs> 僕は許してほしいな。<laughs> 僕だけ特待生でお願いしますみたいな。<laughs> これからもやりますし、人よりね、多分 <laughs>、うん、やっぱ、あの後悔ない人生を送るっていうのは、まあ、自分の中でもそうですし、うーやっぱ、まあ、僕はビジネスやってますんで、まあ、ビジネスっていうのは結果が全てですから、 僕は結果を出さないと商品を売,れ売,る売,る売ることができなかったら飯食えないんで、投資やってないですからまた。うん。まあ少なくてもこの生活を維持してるっていうのは、ね、結果を出してるっていう。まあ今まではその、ね、ヒルズ塾もそう,そうでしたけど、まあ当時はね、フェラーリだとか、まあお金持ちブランディングみたいな感じでガンガンやってて、今真逆ですからね。 お金持ちブランディングって全くやってないじですよね。カメラに向かってた喋ってるだけっていうね。別にあの、与沢さんみたいに1億円ですみたいなね。<laughs> やってないし。でも一応やってみたいですよね、あれね。ネタで,で。一応、億万長者になったら、あの、やりますけどね。1億円の札束やって、この与沢さんの昔のパクってね。<laughs> ネタで。面白おかしくちょっとやりたいなと思いますけどね。で、この1億円を、なんかあの、 全部寄付しますみたいなね。<laughs> まあ、それそれか、あの、あの馬にうう、馬買いますとかね。<laughs> 馬主になります、1億円でみたいなとか。なんか、面白い使い方をしたいですよね。人がやらない。で1億円で馬券買ってみたとかね <laughs> で。1億円で馬券買ってみたとか面白くないですか <laughs> で、溶かすみたいな。1億円なくなりましたみたいな <laughs> そ。そう。うん。まあ、 なんか、人の逆を行くというか、人がやらないことをやるっていう人、人と違う人生を送りたいんだったら、人と違うことをやるっていうのが結構本当に、まあ、久保さんもなんかで言ってたと思うんですけどね。うん。人と違うことをやるっていう。うん。だから、まあ、R34 を手放すっていうのも、あんまり人ができないことなんですよね。やっぱ、うん、愛車ですから、 あのー、やっぱ手放、まあ僕もそうでしたけどね、絶対手放さないみたいな感じで、大切に乗ってるオーナーさんが本当に多いんで、R34 は。うん、だからその、R34 マガジンにも、その、GTR フェスみたいなの、去年やったかな。まあそれでね、その愛車紹介っつってね、32とか33とか34乗ってるオーナーが写真こう、一人一人撮ってるんですけど、結構ね、まあほとんど、34もほとんど10万キロ。 以上乗ってますねそこにフェスに参加してた人は。まあ、走行距離も出てるんですけど。まあ、5万キロ、6万キロぐらいの人もいましたけど、でも、そのフェスに参加する人は結構走行距離走っだから30万、3、0万3 4で33万キロぐらい走ってる人もいましたね。うん。うまあ、全国から、その、愛車はこう、こう3、4、あの、GTR 集まるみたいなフェスがあるんですよ。一、まあ、回見てないんですけど。<laughs> うん、まあ人がやらないことをやるっていうのが結構、うん、大事なことかなと。そう,そうでまだちょっと動画見てないんですけどなんかも、ね、堀江さんがグラビアアイドルとなんかあの対談してるやつがなんか久保さんのそう久保さんの動画を、ね、見終わったら堀江ンのなんか動画出てきてなんかグラビア堀江ン。 これ昨日かこう。昨日アップされてるのはホリエモンチャンネルで。今の時代、人の価値を決めるのは行動力だ。ホリエモンがグラドルに本気のアドバイスっていうね。これ久保さんの動画見たらね、これ出てきました。もう聞いてないですけど。人の価値を決めるのは行動力だっていう。これでいいんじゃないですか。ちょっとこれちょっとパクらせていただくんですけど。いや、でももう,もう,こうタイトルだけで十分かなって。まあおっしゃる通りだなっていう。今の時代。本当に今の時代っていうのは、なんだろうな。 行動したやつが僕勝てると思うんで、な,な,なぜならば、行動できる環境があるんですよ。昔は、行動だけだったら、なんだろうな、ダメな部分があったんだけど、行動力さえあれば、何でもできるんですよ、本当に。今の時代っていうのは。もうまさにおっしゃる通りで、別にライブ配信もできるし、動画こうやっても撮れるし、ブログも、なんか、いろんなメディアがあるわけじゃないですか。 まあ、TikTok とかもね、世界で何十億ダウンロードされてる、その TikTok もすごいですけど、まあ、やればね、い,いろいろ、可能性は、価値は高、可能性の価値はた、なんだあ、高まるわけですよ、やれば。まあ、少なくても、この再生数でも、僕は行動してますので、飯食えてるし、うん、まあ、僕、だから本当に僕の価値っていうのは行動だなと思いますけどね。 だからお客さんの信用、信頼を集めてるのも、結局人より行動してるっていう、だ行動に対して行動を見せることもできるし、ね、表現できるし。だこの前ね、まあ、昨日で商品、セールス終わりましたけど、なんだかんだ言って50分ぐらい売れましたね。そうだって僕の再生数100ぐらいじゃないですか、コンバージョン、まあ、YouTube の再生数からのコンバージョンだもう50杯以上ですよね。<laughs> 結構売れたなと思いますけどね買うなっていうセールスレーター作ったんですけどうん買うなっていうセールスレーターで買うんだみたいな <laughs> 結構そのね1話2話とか2話とはでも買うなみたいなの言ったんですけど買ってもやんないと意味ないよっつってねまあそうなんですけど <laughs> うんでもなんで買ってくれるのかっていうと多分僕の行動をね 多分見てくれて何かを感じてくれてる人がいるのかなっていうんで、明日も商品販売しますけど、まあ間違いなく僕売れると思いますね。まあどれぐらい売れるかわかんないですけど。それはな、なんで売れるのかっていうと、まあ僕は日々行動してるから。で、その行動してることも言いますし、してるんで、嘘じゃないじゃないですか。実際で、あの、数値も出てるし、2万本アップしてる数値も出てるし、あれありがたいですよね <laughs>。 <laughs> あれいい、ね、いっぱい動画アップしても数字出てこなかったら言,えない言いづらいので、まあ、誰が見ても、うん、見えるんで、まあ僕はそれを使いますけどね、エビデンスとして <laughs>。やってるよっていう。うん、やっぱね、僕いろいろ、まあ、まあ、ネットビジネスあるあるなんですけど、なんかそのね、あのお金持ちブランディングも本当にお金持ってないけど、 あの、ね、<laughs> お金持ちブランディング <laughs> 稼いでないけどお金持ちブランディングするみたいなねだからんか見せているものと発信している言,言ってることとそのや,やってることが結構違う人が多いんですようんなんかこう言ってることとやってることをイコールにすると価値が高まるってことですよねうんでその価値を感じてくれた人がまあ買ってくれるってことですねでも言ってることとやっていることがイコールになってるだけなんですよ シンプルに単純にうんだから思ったことを思,思,思いを叶えるためにやるだからただ思っただけじゃなくてだからこれも夢をかな夢があったとしてもその夢に対しての行動量が一緒なのかって話なんですよねでも多くの人は行動量はないけど夢はあるみたいなね <laughs> いやそれだったら無理だよとここに夢とか目標があるんだったらそれ相応すればいいだけなんですよ で、今は、本当に、それを達成できる可能性が非常に高いと。だから久保さんもね、YouTube だ、YouTube だって言ってますけど、YouTube なんかあったら今の久保さんないですし、僕もそうですよ。僕もそうなんですけど。久保さん YouTube なくして、まあ Facebook やってたんであれですけど、じゃあ Facebook とか YouTube なくて今の久保さんありますか多分ないですよ。で、これ無料で使えるわけですから。 久保さんもね、Facebook ライブ3000回4000回したとは言ってましたけどね。まあ、僕もライブはそんぐらいしてますから。YouStream から。YouStream からしてましたからね。<laughs> 懐かしいですね。うん。そう。な本当は今は何だうん。今の時代、人の価値を決めるのは行動力だ。おっしゃる通りだなと。<laughs> おっしゃる通りだなと。 でしかも、これ、ありがたいことに、ありがたいことに、みんなやっぱ行動できないので。うーん。だ堀江さんだってね、なんか、まあ、なんかの動画かなんかで言ってたんですけど、もう、9年か何年かメルマが書き続けてるんですよね。刑務所にいるときからも書いて、刑務所に入ったとき、入ってるときもやってるみたいなね。<laughs> あの、有料メルマが。ずーっとやってるっていう。なんか、一回も遅れたことがないらしいですよ。なんか。 メルマが、この9年、何年、10年か一度もないらしいですね。配信が。すごないですか、結構。やってますよね <laughs>。うん。まあ、YouTube もね、堀江さんも,もうね、結構何年もやってます。だから、堀江さんが僕ね、すごいなと思ったのが、やっぱあのー、堀江、堀江もメルマが読者の、あのね、寺田由紀さんってやってたやつが、あれ1000回ぐらいやってたんですよね。1000何本。ボリューム何本みたいな。 このクラスが1000本やってんのかみたいなね。それも僕が見たのは本当にもうかなり前ですけど、5、6年前、ま、5、6年前の話なんですけど、あれだけのライブドアのあんだけね、テレビにメディアに出て、あの、人ができない、あの、結果ですよね。僕絶対、申し訳ない、申し訳ないというか僕は絶対無理ですね。ライブドアみたいな会社作れないですよ。 自家総額何兆円みたいな会社作れないですよ。うん。でもそれをね、なんか最高月収220億とかね。なんか最高月収220億みたいに言ってましたよね。これさ、やばないですか,か異次元ですよね。月収200、税金も払ってますとか言ってて。なんかね。月収220億ってまじ異常ですよね。で、そんな結果を出してきたね、堀江さんっていう人が、 なんかメルマガ読者のね <laughs>、質問に1000回以上答えてるわけですよ。俺もっとやらんとあかんなといつも思いますけどね。うん。やっぱ、堀江さんのすごいところって、やっぱね、言ってることとやってることが、やっぱイコールなんですよ。やってんすよ。うーん。なんか、いろいろ言うんだけど、やってんすよね。なずっとやってんすよ。それが僕はすごいなと思いますね。うん。 すごいなっていう。うん。そう。で、いろんなね、まあ、YouTube にチャンネルに関しても、やっぱ、まあ、いろいろ考えてきたっていうことを言ってましたけど、で、まあ、やり方を変化あると、ある時きね、カメラに向かってこうやって喋ってね、変化させて、で、それ当たってっていう。でもそれもなんか、ずっとやってきた中でみんな言ってましたよね。んで、たまたまそれが当たったっていう、うん、なんか言ってましたけど。 まあその中でいろいろ変化していろいろやってきてっていう。うん。そう。うん。まあこれからもやり続けますし、まあやって、えー、自分にご褒美があ、ね、久保さんに、いや吉谷さんまだですよと、ご褒美なんか言ってられ、言って、まあそう言われないように頑張ります。 もう鬼のようにこれからもねやっていろいろやってあの自分のご褒美もしっかりとできるようにまあ自分のご褒美もあのね30万のチャリとかなんだそれもね稼げてなかったらまあ買えないですからね結果出しないとうんそうお金がなければ買えないしねキットの話言ってましたけど まあ、いろんなお金の稼ぎ方はあるけれども、まあ、はっきり言って、その、愛してなかったら、じゃあ、その、そのね、かす、いろんな稼ぎ方ありますよ。うん。ね、投資で稼ぐのか、僕みたいな稼ぎ方、コンテンツで稼ぐのか、いろんな稼ぎ方あるじゃないですか。だけど、その車にね、愛情がなかったら、そのお金を、そんだけお金入れないですよ。うん。だから、そこにな何かが、その気持ちがなかったら、 そのね、稼いだお金をそこにぶち込むかって話なんですよ。まあ、その人は僕知らないですけど、そのコメント書いた人はね。うん。まあ、少なくとも久保さんは、誰よりもキットに愛があるっていうのは、もうそこで証明されてるわけじゃないですか。だってそこにはお金つぎ込んでるわけですから。だってあんまり乗らないのよ。ぼ僕だったら、あんまり乗らないから、多分ね、そんなにお金かけないですよ。だからすごいなと思いますよ、久保さん。 僕はガンガン乗るんで、もうメンテナンスガンガンするんですよ。だって乗,乗るからね。で、久保さん乗らないけど、ね。ほとんど乗らないで家の車庫で置いてこう眺めてるけれども、メンテナンスするっていうのは、これはね、僕はすごいことだと思いますけどね。僕は申し訳ないけどできないですね。乗らなかったら。だってどうせ乗らないから別にちょっとでいいなって思いますもん。車検も、あの、最低限でお願いしますって、ですよ。だって乗らないから。僕はもう,もうガンガン乗るから、 もう本当にフ,フルでね、あのオイル交換も超マメにしてましたし、まあ、エンジンないんで、あれも、ク、ま、ボ、あ、さんのエンジンもない,な,ないとは思いますけど、だから、ね、そのコメント書いたが、どういう気持ちで書いたのか分かんないですけど、愛情なかったらお金つぎ込めないよと、でそんなに運転してないのにそんなに金払わないよっていう、ね、うん、まあ、そうじゃないですか。<laughs> まあ、単純に、まあ本当にシンプルに言ってしまうと、嫉妬と妬みだけだと思うんですけどね。<laughs> お前が乗りたいんだったらお前が稼げようって話で。そうじゃないですか。結果出して稼げようと。うん。で、まあも,もちろんいろんな稼ぎ方があるけども、もし非合法な稼ぎ方を久保さんがしてるんだったら、もう逮捕されてるじゃないですか。全然別に投資って、FX とか別にね、仮想通貨もみんなやってるし、FX もやってるし、 なんだんそれいけないんですかっていうね <laughs> いけないですかね久保さんエフェクスとか仮想通貨は僕は別にいいと思いますけどね、うん、まあ本当に世の中見,見渡せばねあの風俗で働いてる人もいるし体を売ってる人もいるわけじゃないですか、うん だからまあ僕、1億稼ぐマスターマインドセミナーっていうの昔やったんですけど、そこで森くんっていう子が、上も下もないという話をしてくれたんですけど、なんかみんな,なんかフラットで見てないというか、なんかそのね、参加者の方に森くんがね、弁護士は上ですか、下ですかと、じゃあ風俗嬢は下ですか、上ですかみたいな質問をするんですよ。で、そのお客さんが、 うーんどちらかというと、弁護士はやっぱり一般的に上ですかねとうん、風俗上はそれより下ですかねみたいな話してて、上も下もないって、今日から思ってもらっていいですかみたいなね。<laughs> なかなか良かったんですけど、上も下もないと思うんですよね。だその人が、あのそれを、うーんなんかうーん、自信を持ってやってればいいんじゃないですか。 ただし、なんか、やらされてやってるというかね、一番良くないのが自分の人生なのに、自分のなんか気持ちでやってない、ただ、なんだろうな、うーんただ、惰性に流されて生きてるっていうのはあんま良くないんじゃないですかうん。それはあなたの人生でいいんですか惰性に流されて。なんか嫌なことをずっとやるとか。本当にそれを、それを望んでるあなたの人生なんですかと。うん。 だ僕もねその、そうそうそう、まあ風俗の話が出たんでちょっとお話しますけど、まあ一回その、結構ね、なんかすごくしっかりしてる人が、まあ僕も男ですからそういうサービス利用することがあるわけですよ。で、その女性は、18歳からやってんのかな。すごかったんですよ。なんか、んそのササ、サービスがね、なんか、 すごくしっかりしてるというか、なんかね、あのー、僕聞いたんですよ、終わ,終わった後ね。まあ、この仕事に対して、ねか、まあか、なんか、なんかもうビジネスのなんですよね。もうすぐリサーチ入っちゃうっていう <laughs>。で、どう思って仕事してるんですかみたいな、なんかそのインタビューみたいなのしたんですけど、なんかその女性の方が言ってたのは、うん、なんだ、まあ今、プロ意識で、 まあ仕事やってるとただ、あのまあ、いろんなお客だから僕が聞いたのは、いろんなお客さんいるじゃないですかとか、どう思うんですかみたいな。ず最近、全然そういう変なお客さんいないですと。ただ、そのプロ意識を持ってやってないときは、そういうお客さんが来たけども、今はその意識高く、しっかりこれを仕事として、ね、やっててあのなんだ、自信持ってやってると。 だから、まあ、お客さんも変な人いないといいお客さんばっかりですみたいなこと言ってたんですけどあすごいなみたいなうんどうですかねそう,いうプロなんかそういうプロ意識を持って、ね、やってるわけですよその方はねでこっちはね別にプロ意識も持たずね惰性に生きるみたいな、まあ、ただ何も考えず会社に出社してね なんか、言われたことただやってて、何も考えすみたいな。どっちも上か下かって、こっちも上も下もない言いましたけど、こっちも上なんじゃないかなっていう。うん。そう。まあ、人があだこうだ言うもんじゃないですけどね、結局自分がどう思ってるかなんで、ただまあ、僕発信してるんで、いろいろ言いますけど、<laughs> まあ言うべきことではないかもしれないですけど、言いますね。 発信してるんだよ <laughs> まあ何も言わなかったら、全部の動画が無の動画ですからね。レックボタン回して何も喋らない。終わりみたいなね。何か言わんとあかんで、ね。<laughs> そ,うまあ、そういう動画もありますけどなたまに。何も喋らない動画っていう。寝るだけの動画もアップしましたけど。まあ、寝るだけの動画でもなんかね、再生数回ってんですよ、久保さん。1時間半ぐらい寝てるんですけど。なんかね、何千回回ってんですよね。 そういまあ、タイトルのとき、SEO キーワードなんですけど、なんか意識が飛ぶみたいな <laughs>。1時間半寝てるだけなんですよ、本当に。でもね、回ってんすよ、再生。再生何本ぐらい回ってんのあれ。意識、飛ぶ。あれ。まあいいや、なんかね、何万回回ってたような気がします <laughs>。結構長くなる。30分が長編になっちゃったな。 まあ、とりあえず、ちょっと堀江さんのこのパクらせていただきますけど、まあ、本当にその通りだなと思いますね。今の時代、人の価値を決めるのは行動力。うん、本当にそうだなと思いますね。はい、では、いってらっしゃい。